アレック・ウェックは南スーダン出身の女性ファッションモデル、女優である。1995年、18歳でランウェイモデルとしてその経歴を開始した。彼女はスーダンのディン家族出身で、1991年に第二次スーダン内戦から逃れるため、家族と一緒にイギリスに亡命した。彼女は後にアメリカ合衆国に引っ越した。1977年、 スーダン南部のワーウーニ9人兄弟の7番目として出生した。正確な誕生日は分かっておらず、現在公表されている4月16日というのは彼女の母親がスーダンで移住の準備をしていた時に決めたものである。彼女は自身の名前が黒縁の牛を意味すると述べている。1995年、南ロンドンにあるクリスタルパレスの屋外市場でモデルエージェンシー。 モデル1のスタッフによりスカウトされた。同年、ティナターナーのシングルゴールデン・アイのミュージックビデオに出演。1996年にフォードモデルと契約し、同年にジャネット・ジャクソンのゴット・ティル・イッツ・ゴーンのミュージックビデオに出演した。1997年には MTV にモデル・オブ・ザ・イヤーという称号を与えられた。同年にファッション雑誌 L の表紙を アフリカ系モデルとして初めて飾った。スティラのために働くウェックミアケイセイ、モスキーノ、ビクトリア・シークレットと化粧品会社、クリニークの広告に起用された。また、これまでに、シャッツイ、チェン、ジョン・ガリアーノ、シャネル、ダナ・キャラン、カルバン・クライン、ジャスパー・コンラン、エルマン・ノ・シェルビーノなどのショーに出演している。2002年に、シェカール・カプール監督の映画、 サハラに舞う羽根で女優としてデビュー。ハーブ・リッツはボーディ・ペインティング・アーティスト・ジョアン・ゲアの最初の回顧展のハイライトの中で1999年のカレンダーのために彼女の写真を撮影した。ウェックはテレビ番組タイラ・バンクス賞やジャニス・ディキンスン・モデリング・エージェンシーなどにゲスト出演している。自分のバックブランドウェック1933を立ち上げている。 それはセルフリッジデパートの至るところで販売されている。ブランド名は彼女の父親の出生年に由来する。デザインの発想の源は彼女の父親が持っていた真鍮の留め金がついた書類カバンである。彼女は US コミッティーフーレフューアゲスアドバイザリーカウンシルのメンバーであり、スーダンの状況と同様に難民のありさまを世界中に伝えるのを手伝っている。 出生国で戦争が起こったために、他の国へ逃れた彼女自身の経験が活かされている。その他、ワールドビジョン、エイズと戦う組織、スーダンの国境なき医師団、ユニセフ大使として活動している。2007年に、自伝、アレック、フロムスダネセレフュージーツ・インターナショナル・スパーマダルを発表した。スーダンで過ごした、幼少期、ヨーロッパでのモデル活動まで記述されている。 ありがとうございます。